さて、多彩なプログラムでお送りしてまいりました海上自衛隊舞鶴音楽隊第55回定期演奏会、そろそろ終演のお時間が近づいてまいりました。おしまいはクロード・ドビッシー作曲交響詩海の作品からお送りいたします。フランス・カンヌで少年時代を過ごしたドビッシー、彼は音楽家ではなかったら船乗りになっていただろうと語るほど海への憧れを抱いておりました。19世紀末パリでは万博が開催され、世界中の文化が紹介された中でドビッシーに衝撃を与えたのが日本の文化です。葛飾北斎の作品富嶽三十六景神奈川沖波裏の浮世絵でした。彼の作品に刺激を受け、ドビュッシーは西洋の伝統的な音楽表現にのっとらなくても芸術は成り立つのではないかと考えるようになりました。浮世絵さながら波の印象を大胆に描いた交響詩海です。風の巻き起こす力強い波がダイナミックに響き渡る第三楽章、風と海との対話をお聞きください。
Thank you.